ここからは大須価格調査隊です。今日は生鮮食品館佐野屋からお届けします、はい、おなじみ浜よちさんです、はい、今日もお願いします。よろしくお願いします。今日は葉物野菜を中心に見ていきます。まずはキャベツから。価格はこちらです。キャベツは一玉、はい、先週と比べると仕入れ価格マイナス40円。結構下がりましたね浜内さん。はい、台風シーズンの雨の影響で高騰していたんですけども、うん、ここ数週間天気が落ち着いてまして、出荷量も豊富になりました、仕入れ価格も下がりまして、店頭でもお値打ちに提供できる日が続いております。そうなんですね。この後ってキャベツどうなりそうですか。はい、例年ですね11月からやはり天候安定してお値段下がって安定するんですけども、今年もその傾向でいけると思っています、うん、嬉しい知らせが入ってきましたね、はい。では同じく葉物野菜である白菜の価格見ていきましょう。こちらです。白菜は、仕入れ価格、あ、こちらは対照的に、まあ、変動はなかった、下がってはないんですね。はい、これどうしてですか。はい、白菜の旬はですね11月からなんですね、うん、夏場の浅漬けとかの漬物の限定的な利用に限られていましたので、うん、出荷量がまだ追いついてない中で、今ちょっと涼しくなって需要が増えたところでですね、お値段が高いところの水準になっております。なるほど、需要に対しての出荷量っていうのもまだまだ少ないんですね、はい、これ例年と比べるとこの価格ってどうですか。そうですね、1、2割弱のとこにありますけども、やはりちょっと例年と比べてもまだ高いと、はい、これからやっぱり冬場って皆さん白菜食べたいと思うんですけど、はいはい、お鍋とか、はい、どうなりそうですか。そうですね、やはりキャベツ同様11月からはですね出荷量安定しますので、お値段下がる傾向にありますので、これからはいいかなと思ってます。はい、最後にレンコンの価格も見ていきましょう。レンコンこちらです。レンコンも変動はありませんでした。今どうですかね。はい、9月から始まったレンコンなんですけど、今最盛期です。出荷量も順調で例年通りのお値段です、うん、じゃあこれからもまあ順調にいきそうですかね。はい、年末が楽しみです。お、いいですね。煮物とかにも合いますからね。はい、キンキラとかね。ごめんなさい、いいですね、ありがとうございます、はい、以上価格調査隊でした、はい。